高田堀は埼玉県区市を流下する河川である。高田堀はかつて半田園系の流路を持ち、園の中心を関東院として区喜本の西部を時計回りに流下していた悪水堀である。戦後、流域の多くの部分で市街地として都市開発が行われ、上流域では道合団地が、中流域では県道大宮栗橋線が、下流域では クキパークタウンとして、大浦団地などの宅地や商業地などがそれぞれ建設、造成されかつての面影の残る流域はほぼ姿を消した。こうした都市計画、都市開発が行われる中、高田堀も時代に合わせ次第に流路変更がなされた。現在では一部分のみではあるが、元の流路を護岸した部分、及び付け替えられた流路が現存し、 主に都市排水路として用いられている。流路の詳細に関しては、下記の流路説を参照されたい。また下流域に該当する基本寺大浦とは、古くは大浦沼と称された湿地帯であった。この湿地帯では水田を開発するも、深田となっていたため、幅約3メートル、長さ50メートルほどの堀を掘り、掘り上げ電としていた。中 1968年ごろ、ありがとうございます。